ただいまより3月12日横浜文化体育館で行われます GHC ヘビー級選手権試合、チャンピオン中島克彦対挑戦者塩崎豪の調印式を行いたいと思います。まず調印式前に、会長内田正之より皆様にご報告がございます。本日は調印式に、お集まりくださいまして誠にありがとうございます。調印式をする前にですね、まず、昨日、報道等がございました、旧プロレスリングノアがですね、破産手続きに入ったという報道がございました。昨日も申しましたけれども、改めてですね、現状のプロレスリングノアには何の影響もなく、従来通りの興行は続けさせていただくと、我々もノアザリボーンという合言葉とともに前に進んでいくということを改めて皆様にご報告させていただきます。また旧プロレスリングノアの破損処理については公的な手続きにのっとってきちっと責任を取られた形であったろうというふうに私は理解しております。まずはそのご報告をさせていただきます。それとですね、3月12日横浜文化体育館においてですねの試合で、かねてからちょっとしばらく疎遠になってしまいましたけども、進行がありましたアメリカの TNA 現インパクトレスリングが参戦する運びとなりました。これについてはですね、プロレスリングノア過去より TNA と業務提携としておりまして、当時の担当役員とですね改めて、話をして、再度新生ノアと業務提携をしていこうという運びになりました。以上報告させていただきます。以上です。それではですね、ただいまより GHC ヘビー級選手権試合の調印式を行いたいと思います。チャンピオン中島選手、挑戦者塩崎選手、お入りください。お互い、それでは、まず2人のシングルマッチが、2010年から約6年ぶり、過去2度塩崎選手の勝利で終わっております。その点について塩崎選手からお願いいたします。その点について、6年ぶりのシングルマッチになりますが、はい、6年ぶりの今、6年ぶりの勝利というふうに話を聞きまして、中島選手との勝利というものは自分にとっても2004年デビューの同じ、デビュー同士の選手として自分も中島選手をものすごくずっと意識してましたし、これ、6年ぶりのシングルということで、まあ、前回のシングル、以前のシングルというものは、また今回のシングルと意味合いの違うものだと思いますし、その時は中島選手はジュニアヘビー級の選手だったので、またあの時とは全く、別物の今回のシングルだと思ってます。中島選手だと思ってます。はい、中島選手はいかがでしょうか。そうですね、6年ぶりですか、随分と問いが当たったなとも思いますけど、まあ、ただあの頃とはね、本当に状況が違うし、今で同じリングに立って向き合おうとしているので、まあ、でも僕個人的にはその時から借りはあるので、しっかり今回も、今回の借りも含めて全て俺は清算するつもりでこのベルトをかけているので、しっかり結果を出して俺は次のステップに行きたいと思います。ありがとうございます。塩崎選手から見て中島選手はどんなチャンピオンでしょうか。
そうですね、ノアザリボンという言葉を今歌ってますけども、そのノアザリボン、新しい生まれ変わる、ノアにとってはふさわしいチャンピオンだと思ってます。今の翔崎選手のコメントで、中島選手、そうですね、まあ、そう言っていただけて、認めてもらってるんだなと思いますけど、まあでもそれが翔崎選手らしいのかどうかは分かりませんが、うん、別に今の俺はそんな言葉はいらないっすね、はい、ありがとうございます。では改めましてタイトルマッチの意気込みを翔崎選手からお願いいたします。プロレスリングのは、らしい戦いをね、タイトルマッチ GHC ヘビー級のベルトをかけてノアらしい戦いをノアの戦いを見せて、ノアで育った塩崎を自分がチャンピオンになりたいと思います。中島選手お願いします。はい、そうですね、まあ非常に今ノアの中でいろんな個のね主張が強い波が立ってますけど、その中でも同じ2004年デビュー同士、そして同世代なんで、この世代を盛り上げるためにも、まあ、俺と塩崎ゴー、この2人の戦いはある意味今のノアにとってはポイントとなる大きな試合になると思います。まあでもその試合の最後に勝ってるのはもちろん俺で、手を挙げてるのはこの俺です。そして初代5には新たなノアの痛みとか苦しみ全て味わってもらって、俺が改めて今のノアのエースだってことを証明したいと思います。なぜなら俺は止まらねえ。お二人に改めて伺いたいんですけれども、まあ、塩崎選手はちょっと中島さんは蹴りと、まあ、非常にはっきりした対立構図があると思うんですが、改めてどんな試合になると思い描いていますでしょうか。まず塩崎さん。そうですね、まあ、中島選手がキックで、蹴りで、自分がチョップ、まあ、これだけ聞くともうガチガチの打撃戦になるとは思いますけども、まあ、まだ、横浜の大会まで、ね、まだ1ヶ月ちょっと1ヶ月ありますから、まあ、そこの2月のナビもあるんでね、そこで前哨戦も組まれますし、そこでまた違う2人の戦いというものも生まれると思ってます。でも彼の蹴りに対して俺は一歩も引く気もないし、全部彼の言う痛み苦しみそういうものを全部受け止めた上で俺が待ちます。そうですね、彼がインタビューで言ってましたよ、俺の蹴りはナンバーワンだって。まあでもそれを超える蹴りで今回のタイトルは勝ちに狙いに行こうと思ってるんで、ね、まあその打撃戦っていう話になりますと、やっぱりノアだとかつて東京ドームにあった小橋健太対佐々木健介というのがあったと思うんですが、それぞれ、まあ、弟子に当たるという考
係性でもありますけれども、その試合を意識したりとかっていうことはありますでしょうか。そうですね、まあ自分はそこは意識せず、また自分も小橋健太とは違う、中島和彦選手も佐々木健介とは違うと、この塩崎郷、中島克彦の戦いというのをね、植え付けれるように、はい、また、その試合を2人の、もう我が強い2人ですからね、しっかりと試合で、リング上にその部分を見せていきたいです。いや、これが舞台がね、東京ドームならね、もしかしたら意識してるかもしれないですけど、まあでも今回違いますし、まあもちろん僕は佐々木さんとスタイルも違いますんで、まあどういうふうにお客さんが当日見えるかわからないですけど、ただ僕は、チャンピオン中島和彦としてもっと先を行きたいという気持ちはあるので、しっかりそういう部分でも、見てもらえたら嬉しいなと思います。ヘビー級の2人ともヘビー級になってから戦うというのは初めての状況、そして新生ノアであるという状況、その2つを含めましてですね、まあ、このカードが新しいのが看板カードの一つになるんじゃないかっていうような期待もあると思うんですが、そこについてはいかがでしょうか。まあ、それはお互い、どうなるか、この試合が、前哨戦も含めどうなっていくかっていうのは分かんないですし、看板カードになるならないっていうのは、まあ自分は特に考えてないですけども、まあただ俺は、中島克彦の巻いている GHC のヘビー級のベルトが欲しい、それだけなんで、この戦いが、ノアにとってどうなるか、どんな戦いになるか、それはもうリング上で見てくれた人たちが決めることだと思ってるんで、はい、そうですね、僕はまあ、ノア・ザ・リボン、新しいノアになって本当に、それを代表する試合になるとは思ってます。だし、そうしていかなきゃいけないっていう、思いもありますし、だからこれはノアにとっても俺個人的にも、そして2004年デビュー同士、これを試合は本当に大きな、先ほども言いましたけど、きっかけ、大きなポイントになる試合だと思ってるんで、まあそれでも俺は止まらず行くだけです。私が先に中島さんに伺いたいんですが、はい、TNA との業務提携っていうのが発表されましたが、はい、それについてはどのような見解をお持ちでしょうか。また新しいね、こう刺激が、このノアに来るのは本当に非常にいいことだと思うので、まあある意味ノアの凄さを知ってもらういいきっかけ、チャンスだとも思うんで、僕は前向きに捉えてます。はい、すみません、中島選手、はい、ベルトを取ったのも同じ物体で10月に取った同じ会場になりますけど、はい、またチャンピオンとして同じ会場に戻れたら、そこで防衛戦できる、それについていかがでしょうか。まあ、そうです。そもそも僕が初めてリングに立ったのが横浜なんで、本当に横浜は僕にとって大きなこうポイントとなる、時が多いので、今回もその一つだと思います。なんで、まあ、もちろん負ける気なんてさらさらないんで、防衛して次もまた横浜でベルトを持ったまま来たいですね。塩崎選手もちょっと質問が1個だけ戻ってしまうんですが、このタイミングで
ベルトが欲しい、その一番の理由って何ですか？そうですね、こういう新しく脳が生まれ変わると、この時期にやっぱ自分がその線路に立ってないといけないと思ってるので、もうそれだけのことだと思ってますし、まあ、中島選手が言うように、まあ、欲張りなんで、自分が欲張りなんで、もうそれです。ベルトが欲しい、そしてそれを持ってもう線路に立っていく、そのことだけです。お父さんは20代の選手、中島選手もデビューは一緒ですけど、20代で正木田宮選手も20代 で30代の塩崎選手として、その世代的な危機感というか、下の追い上げに対する危機感というのがありますか？まあ、世代も何もまだ俺は何も作り上げてないと思ってるので、はい。まあ、俺はただこのチャンピオンの中島勝彦をと、そういう GC をかけた舞台で戦ってベルトを取って、その後も、まあ、正木田宮なり、誰々下の人間というか、下の人間と言いますけども、まあ、自分はそう思わずに対等の選手だと思ってるんでね、彼らは。ただ、彼の一歩後ろを走っていくつもりはさらさらないので、常に前に立っていきたいです。それでは調印書にサインをお願いしたいと思います。ではまず、挑戦者、塩崎選手よりサインをお願いいたします。塩崎選手のサインが出ました。それではチャンピオン中島選手、調印書にサインをお願いいたします。チャンピオン中島選手のサインが出ました。では内田会長サインをお願いいたします。それではフォトセッションを行いたいと思います。会長両選手はその場にお立ちください。